カピロッシヘイデン、ロッシによるトップ争い2005年のマレーシアグランプリはロードレース世界選手権の2005年シーズン第13戦として9月23日から25日までマレーシアのセパンインターナショナルサーキットで開催された 125cc クラス決勝ではポイントリーダーのトーマスルティがランキング2位のミカカリオの追撃をわずか0.002秒差で抑え切り シーズン3勝目を挙げた。これで両者のポイント差は8となった。ランキング3位のガボールタルマクシはトップから50ポイント以上離されたため、現実的なタイトル獲得の可能性はルキとカリオの2人に絞られることとなった。250cc クラスではランキング2位のケイシーストーナーが独走でシーズン3勝目を挙げた。一方、ポイントリーダーのダニペドロサは シーズン初の点灯リタイアに終わり、両者のギャップは一気に詰まって38ポイントとなった。今回バレンティーノ・ロッシのタイトル獲得がかかっていた、モートジッピークラスでは、ロリス・カッピロッシが、ポール・トゥ・フィニッシュで2戦連続となる勝利を遂げた。ロッシは2位に入って、チャンプ確定、最高峰クラス5年連続制覇の偉業を達成した。125cc。 250cc クラスも含めると7度目の世界タイトル獲得となったロシは、ウィニングラップ中にマシンを止め、白雪姫と7人の小人たちの格好をしたファンクラブメンバーたちと喜びを分かち合った。ロシ氏の圧倒的な強さにより、4戦も残して最高峰クラスのジャンプ争いは終結したが、この後、ランキング2位の座をめぐって熾烈な争いが展開されることとなる。 このラウンド終了時点で、マックス・ビアジが159ポイント、カピロッシが142ポイント、コーリン・エドワーズが139ポイント、マルコ・メランドリが137ポイント、ニッキー・ヘイデンが134ポイントと、非常に多くのライダーが僅差でひしめき合う状況となっていた。ありがとうございます。